今回のテーマは、織田信長が躍進するきっかけとなり、後の時代に大きな影響を与えることになる桶狭間の戦いについて図解します。今川義元は天文5年、若干17歳にして今川家の家督を相続。天文10年、義元は武田信玄と合意の上、信玄の父武田信虎を保護し、これを足がかりに武田と同盟を結ぶ。天文14年には関東の雄北条氏康と戦い、これを撃破した。ついで三河に侵攻し、天文17年3月19日の安土坂の戦いにおいて織田信秀の軍勢を破る。天文18年には安城城を攻め、信長の兄の織田信広を生け捕りにした。この織田信広と交換に松平元康、後の徳川家康を人質に取り、三河支配を確立した。天文21年には織田の支配地であった鳴海城を奪取し、付近の大高城、靴掛城を治療していた山口左馬之助を調略し寝返らせた。さらに対岸の産井浦の服部氏と同盟を結び、清洲の織田家を海上から圧迫した。織田の動きを封じると、今川義元は武田と連合し、北条氏康と戦った後、不可侵条約を結び、東からの脅威を取り除いた。永禄3年5月12日、今川義元は2万5000の軍勢を従えて駿府を出発。新暦では6月中旬にあたり、梅雨の最中の出陣であった。5月18日、義元は尾張の靴掛城に入った。信長の居城である清洲城まで 25km、 半日でたどり着ける位置にまで迫った。この方に接した清洲城には織田家の重臣が集まり、軍議が行われたがまとまらず、信長は一言も発しなかったと伝えられている。5月18日、今川義元は靴掛城を出発して、大高城を目標に行軍を開始した。この頃には織田方の丸根砦と鷲津砦の2つの砦は今川方に制圧され、丸根砦の佐久間大学は討ち死に、鷲津砦の織田現場は敗走。今川軍はこの地域を完全に掌握していた。途中、今川義元は桶狭間山と呼ばれる小高い山の少し下のあたりに陣を敷き、休息を取った。この場所から5分ほど坂を登れば見張りに適した場所があり、晴れていれば主戦場と想定された善照寺砦を見渡すことができた。新潮後期によると、信長は5月18日の夜に軍議を開くも、作戦らしい作戦もまとまらず、家臣を帰宅させた。家臣らは運も尽きて知略も曇るとはこのことよと嘆き落胆した。翌19日の夜が明ける頃、信長は敦盛を舞い、具足を用意させ立ちながらに食事をとり出陣した。付き従ったのは岩室長門守、長谷川橋助、佐藤藤八、山口飛騨守、加藤弥三郎の5名であった。清洲城から駆け出した主従6機は熱田の源太勇者で、鷲津砦、丸根砦が陥落したことを確認した。この時増兵200ばかりが駆けつけた。熱田から全速力で丹下砦に向かい、それから善照寺砦にて軍勢を整えた。ここで信長は敵陣に近い中島砦に進むことを諸将に告げる。老臣たちはすでに鷲津砦、丸根砦が陥落し、周辺は深田で行動の自由が利かないことを理由に反対した。しかし信長は強引に兵を進め、
中島砦に入った。この時織田軍は2000弱ほどの軍勢であったが、敵方は2つの砦攻めで疲労しており、こちらは新手将軍だが大敵を恐れておらず、運は我に味方しているといい、すぐに中島砦を出た。織田軍は東側の山あいを抜け、太子金の麓より今川義元がいる桶狭間へと向かった。信長は捕らえて自分の手柄にするなと厳命し、大いに働いて松代までの巧妙にすべしと大声で叫んだ。永禄3年5月19日は新暦では6月22日梅雨の終わりの気候の不安定な時期である。織田軍が今川本陣に向かう際、石や氷を打ちつけたような激しい雨が降ってきた。この雨で織田軍は今川本陣の兵に気づかれずに近づくことができた。また葦や葦が生い茂り、湿田が点在する桶狭間周辺の地形は土地勘のない今川軍には不利な状況である。鷲津砦や丸根砦の今川軍が織田軍の移動を確認しても身動きが取れる状態ではなかった。織田軍が今川本陣の至近距離まで迫った頃、雨は止み晴れ間も見えた。信長は槍を持ち大声を上げて全軍に一斉攻撃を合図、織田軍は黒煙を上げて突進した。今川義元の本陣の兵5000は織田軍の奇襲に同様、各砦に布陣していた兵は大雨のため身動きが取れず、今川軍は本陣の兵のみで応戦した。奇襲に驚いた今川義元の旗本衆は義元の塗り子も捨てて逃亡した。織田軍は300騎ばかりがまん丸になって義元と旗本衆を取り囲んだ。双方必死に戦い、信長の馬回り衆や小将衆も討ち死にする者や負傷する者も多くいた。織田軍の服部小平太が義元に切りかかり、膝に傷を負わせ突き倒し、毛利新助が義元の首を取った。桶狭間の戦いは2時間足らずで終結し、織田信長はその日の明るいうちに義元の首を馬先に掲げて清須へと帰還した。翌日首実験を行ったが、頭数は3000余りであった。義元の首は10人の僧を仕立て駿河へと送られた。この戦いで織田信長という革命児が日本史の表舞台に立つことになる。また豊臣秀吉の出世が可能となり、徳川家康が今川の支配から解放され、将来に向けた展望を持つことが可能となった。この桶狭間の戦いは信長、秀吉、家康という日本を近世へと誘引する3人の武将を世に送り出したという意味で歴史の転換点となる出来事であった。